アネロは今年15周年を迎えました。皆さんのおかげでグローバルなバッグブランドとして大きく成長しました。ありがとうございます。その中でふと思いました。このままでいいのかと。私たちはこの節目に大きなチャレンジをします。グローバルブランドとしてもっと地球環境の改善に貢献しようと決めました。2014年に発売してから1000万個を販売したブランドを代表するプロダクト、それが口金バッグです。この度アネロはこの口金バッグをリニューアルします。バッグの生地をリサイクル素材に変更しました。ほら見て、これがそのチップ。これまでおよそ200億本のペットボトルをリサイクルしたリプリーブ素材を使ってバッグを作りました。こちらのバッグ一つにつきペットボトルがおよそ5本リサイクルできます。今後5年間で5000万本以上のペットボトルのリサイクルが可能になる計算です。もちろんバッグとしても様々なディテールを改良し、より機能的で魅力のあるアイテムに仕上がっています。きっと気に入っていただけると思いますよ。この節目の年をアネロサステナブル元年と位置づけ、社会的課題に向き合っていきます。具体的な目標として、今後2年以内に生産数量に対してリサイクル素材使用率 50% 以上を目指します。そして流行に左右されず長く愛される商品をこれからも作っていきます。アネロはより社会に貢献できるブランドへ。